新しい私いろいろ始める仙台いろは。今日の仙台いろはは話題のお肌ケア事情をチェック。特に夏のスキンケアは大事ですよね。いろは組がやってきたのは仙台三越本館化粧品売り場にある資生堂カウンター。こちらにはお肌のケアや商品についてのアドバイスをしてくれるビューティーコンサルタントが常駐しています。菅原さん、夏のお肌のケアについて教えてください。はい、夏は紫外線や冷房など肌にとってダメージがとっても多い季節ですよね。はい、そんな肌にはこちらの資生堂のアルテミンをご紹介いたします。美の底力を上げるというコンセプトのもと、20年間の皮膚科学研究をベースに開発された美容液、資生堂アルティミューンパワーライジングコンセントレート。世界88の国と地域で販売するグローバルなブランド資生堂の象徴として誕生したそうです。これまでの美容液とは何が違うんですか？はい、美容液は保湿や美白などのお肌悩みごとに使用するものが多いのですが、アルティミューンはご自身が持ち合わせている肌の力を最大限に引き出してくれるので、どんなお肌質や肌状態の方でもお使いいただけることができます。資生堂が独自に開発したというアルティミューンコンプレックスにより乾燥など様々なダメージから肌を守り、滑らかな張り感を与えます。ちょっと試してみませんか？いいんですか？はい、お願いします。伸ばしてみてください。はい、あ、この滑らかな感じすごい。均一に広がってすぐに肌になじむことで、このシルクのような肌触りなんです。本当だ、なんかもっちりした気がします。顔の中で一番デリケートな目の周りをケアするアルティミューンアイもラインナップ。仙台三越本館1階の資生堂カウンターで試すことができます。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。